3、2、1、今時刻は11時30分になりました。西沖が堀を向かって今スタート。私ホンダレーシングに入社したのが1984年で、まあ、設立2年目ぐらいですかね、まあ、そこから8体に参加させていただいて、回数でいうと33回目になるんですよ、まあ、ちょうどゼッケンが今33番なんですけど、私も8体に行って33回8体今まで参加させていただいてるんで、まあ、ちょうどなんか弦がいいのか切りがいいのか。8体は僕にとってもすごい重要なレースだと思ってますし、HRC にとってもすごい重要視してるレースだと思うので、出るからにはやっぱり勝ちしか見ないチームでもあるし、僕も勝ちしか見てない、まあ、スプリントと違って3人で基本走るので、まあ、バイク作りも大変ですし、まあ、それこそ8時間ノートラブルで走り切るのもすごい大変なんですけど、まあ、その分ね、それがうまくいった時の喜びはすごいと思うので、大変だからこそやりがいがあるレースなのかなと。To try this moment, no, to have a strong team, like have these two teammates, Nagashima and Takahashi, that's a very fast rider. Takahashi win this race, so he have a lot of experience. So I think we have a strong point to win, and the target is this one. I think we can win, so we try to do. 8体、まあ、鈴鹿。これはね、もう我々にとって、私にとって人生ですね、人生そのもの。8体作る段階からですね含めて、参加し続けて、優勝する、また今もこうやって参戦してる、うん、そのものですね。我々チャンピオンを取るためにですね、今鈴鹿8体にも参戦してるんですね。したがってこれは通過点で、一番いい状況でですね、これを終えて最終戦チャンピオン取って、みんなと喜びたいね。To be competitive in a 24-hour race, which is a long time, and we come here for Suzuka 8 hours, and it's more so a sprint race, so the intensity is a lot higher, and we have to be extremely fast here. So we treat it as a sprint race, but we have to keep in the back of our mind that we are racing for a championship, and any points we can leave here is more valuable than trying to go for the win and not making it to the finish line. 基本アジア人、ライダー含め、もちろんライダーだけじゃなくメカニック、すべてのアジア人を、育てるっていう目的で始まったプロジェクトで、で育てるっていうのももちろん、ただ育てるだけじゃなく、世界に出てもちゃんと通用するライダースタッフを、作るっていう、まあ結構なかなかタフな内容ですけど、鈴鹿8時間耐久は世界各国からかなり速い、世界でも通用するライダーが一緒に走ることができるので、その中でやっぱりそのアジア人のレベルが今現在どうなんだ、あと彼らのその世界に対するその考え方がどういうふうな持ってるのかとか、やっぱ育てるためにも必要な場でもあるし、あとはこの8体のやっぱ3人で組んだり、チームワークが非常に大事な難しさもやっぱり今後彼らに今必要だと思うので、結果も出さなきゃいけないけども、彼らにとっても育成の場だと思ってる場所ですね。はい、日本人ライダーにとって8体って多分夏が来たなっていうようなレースだと思うので、去年一昨年と僕としてはやってほしかったんですけど、やっぱりそういういろんな影響で開催できなくて、まあ、3年ぶりにやっと今年は開催できるということなので、僕もすごい楽しみです。やっぱ真夏に1回ワンスティント1時間走らなきゃいけないので、暑さ対策だけはちゃんとしないとかな。 Yeah, like I said, it's one of my favorite tracks. So 3 years is a long time to not be here, but
Unfortunately, due to COVID, we weren't able to come back here, but we're here now, which is amazing. It's an event we've looked forward to more than any other in the past 3 years, so happy to be back.まあ、本当にこのレースっていうのは 100% 仕上がるってことは絶対ないので終わりはないんですけど、まあ、その中でもこうレースに向けてしっかり準備ができたって言えるぐらいには仕上がってるのかなと。まあ、コロナの影響で実は彼らが日本に来ることがなかなかできなくて、テストの実は彼らが来たのが1週間前で、その中で準備マシンも仕立てて、8台用に仕立てて、時間ない中やって、やっとシェイクダウンができたっていう感じなので、まだ正直レースに向けての準備は全く終わってないと言っていいぐらいですね。For sure this track is not so easy and also very long race, 8 hours, andFor sure, mentality and physical is more important for us. なかなかね、今までこうホンダ予選で速いっていうのはここ最近なかったと思うので、最高のチームなんで、チームみんなで喜び分かち合いたいなと思ってます。あ、すごいね、なんか複雑なんですよ。もちろんジノのクラッシュね、ダイスの容態がまだよくわからない、まあ、そんな状況だけどやるしかないので目いっぱいやって、この4位って結果はね、まあ、我々が今できる中では一番いい結果だと思ってるし、それができたということは彼の胸にも伝わるんじゃないかな。HRC の8体は表現でいうと亀山作戦、序盤から走るんじゃなくて虎視眈々と戦況を見ながら、いわゆる耐久レースですね、最後に1番でゴールすればいいっていうのが、まあ、先人からの教えだったんですけど、まあ、私の中ではかなり博打っちゃ博打なんですけど、先行逃げ切り作戦、まあ、これは重々そのライダーと話し合って、まあ、スタートライダーの匠、セカンドの鉄、3スティント目のイケルもそうなんですけど、気持ちよく走ってこいと、まあ、一人一人がやっぱり気持ちよく速く走るっていうことが徐々に好転好転にいったかなっていうふうに今は思えば思ってますね。HRC の方々と本当に何て言うんですかね、一生懸命バイクも作ってきましたし、メカニックの方々もすごい頑張ってくれて作り上げてきたものなので、まあ、その結果を残すのってやっぱ最終的にはライダーになるので、この8時間ってそんな簡単にうまくいくものじゃないと思ってるんですけど、そこをしっかり形として結果で残せたっていうのがまず本当素直に嬉しいです。僕自身4回目の優勝もできたし、向川さん、先輩の向川さんが持つ記録が5回なので、それを超えられるように今後も努力したいと思います。 I'm very happy. For sure it's a pleasure to stay here. So thanks to Honda to bring me this opportunity, and also yeah, thanks to the team, to my teammates that it worked very, very good during the weekend, and
yeah, we have a strong pace, and in the end we made the victory. So for me, it's, yeah, it was amazing. The feeling, no, is that my first endurance race, and even we winning, so I'm very very happy. このままじゃダメなので、隣の HRC が見事優勝してるらしい。で、その優勝したチームの隣なので、なおさらやっぱそういう気持ちが大きくなるので、まあホンダが勝ったことに対してはすごくこれはもう8年ぶりですよね。あのこれはすごくやっぱり僕らも喜ぶことだし嬉しいことなので、ただそこに我々も続けてやっぱりやりたいのでどうしても、はい。あのトラブルが、何回かあってですね、思うようにいかなくなったところもありましたが、ボルドールに向けてですね、まだまだ、勝負ができる位置に、まあ、いられて終われたので、これはこれで受け止めなきゃいかんなというふうに、まあ、思っています。レースはね、最後の本当7時間59分59秒、まあ、その1分、まあ、要するに単純に言うと8時間通過しないと優勝はないんで、その時間までは気は緩めないんですけど、なんかその時間を気にしなくてもいいような雰囲気を僕以外のチームのメンバーが、ライダー含めてメンバーがなんか作ってくれた8体だなっていうふうに、まあ、改めて感謝したいと思いますね。